水野武雄は、日本の弁護士、税理士。立命館大学大学院教授や、近畿弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、日本センチュリー公共学団理事長等を歴任した。1960年京都府立大木高等学校、卒業。1964年立命館大学法学部、卒業、国税庁入庁。 1966年最高裁判所、司法研修所司法修習生。1968年弁護士登録。1978年立命館大学法学部、非常勤講師。1983年神戸大学法学部、非常勤講師。1984年税理士登録。1992年法務省人権擁護委員。 1996年大阪市立大学法学部非常勤講師。1999年留国大学法学部教授。2000年無講師情報公開審査会会長。2001年大阪弁護士会会長。近畿弁護士会連合会理事長。日本弁護士連合会副会長。2002年アジア太平洋人権情報センター理事。学校法人立命館幹事。 2006年立命館大学大学院法務研究科教授2006年大阪府公外審査会会長2007年 ODK ソリューションズ監査役2009年法務省法制審議会委員2009年大阪府文化振興財団理事長2011年日本センチュリー公共学団理事長ありがとうございます